はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店の晩酌一期一会、今夜も佐渡島からお送りします、当店はまた言うけど当店は、佐渡の酒全般と、新潟県外の主に、約10の酒蔵の主に純米酒を、扱っておりますという意味で、日本で唯一の酒販店であります。で、今日の話はまたまた、佐渡トライアスロン大会のことです。9月4日に行われました佐渡トライアスロン大会が28回目で、第2回目から俺たち、小杉フォトという名前で、写真を選手のそのレースの写真を撮らせてもらう撮るわけです。で、今回はスイムの上がり口と、ゴールのシーンを俺は撮りました。まあ、ゴールシーンつの相変わらずやっぱり、感動あり、なんつか、あれと思うとこもあるんですけど、まあ感動つのは時間が押し迫ってくれば、制限時間が押し迫れば迫るほど、なんかこう場内のあのアナウンスとか やっとる人も声が大きいなってきて、会場がこう盛り上がってきて、頑張れつづそうの声援が大きいなる、そんな雰囲気が味わえて、非常に感動的なんですわ。後へ行けば行くほど。ただ朝一発目のそのスイムの上がり口を撮影しとって思ったことは、どうもこのスイムの終わりの地点で、砂浜に上がってくるところのそのなんていうかコース、上がり口の上がるところのコース引きが、そのなんていうんだろう、誘導が全然できてねえもんですから、選手によって、かなり泳ぐというか上がってくる距離がまちまちになるような、一定のそのコースをなんか何かのコーンかなんかでちゃんと誘導してやった方が、大会としては質が上がるんじゃねえかなと思ったわけですね。そのこの大会の場合ですと、まあ、日本選手権なんつう、その大それた日本選手権つのをやっとるわけですから、その選手権の選手が、スイムの上がり口の、コースどこを通っていいのか、かなり大雑把な感じだったもんですから、これは、なんか平等じゃねえなというような感じをしてしまいました。まあトライアスロンというのはそんなもんでいいんだかもしれませんが、5時間6時間走って、速さを競うわけですから、上がり口のそんな細けいことはどっちでもいいんだかもしれませんが、まあせいぜい選手権をやるとなると、やっぱそこまで考えてみた方が良いのではないかと思った次第です。まあ来年に29回目のトライアスロン大会、どんなスイムコースになり、どんなバイクコースになり、ランのコースになるのか、で最後のお待ちかねの感動というのはどんなものがあるのか、また楽しみにしておりますが、年々、いい大会、素晴らしい大会になってもらえればありがてえなと思っております。ということで今日は、9月4日の佐渡トライアスロン大会の話でした。以上、佐渡伊藤酒店晩酌一期一会でした。